ちょっと味違います？普通に味違います。喉に違和感ないか覚えておいてください。今の段階で、はい、歩きながら違和感だけ感じておいてくださいね。なんかどこ気持ち悪いんですか？今ずーっとです。ずーっとありますやろ。はい、はい、OK。 そしたらね、この指でね、この指で床を蹴ってください。ここで後ろ蹴って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 、はい、そうそうそう、はい、蹴って蹴って蹴ってください。はい、もっと蹴ってください。スリップするぐらい蹴ってください。後ろ、そう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 、はい、はい、それでいきましょう。蹴って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 、はい、蹴ってくださいよ。どんどん蹴ってください。どんどん蹴ってください。はい、蹴ってください。はい、蹴ってください。蹴ってください。今、歩き持って、喉の管理、どんな感じ？いや、それは変わりないんです。はい、もっといきましょう。はい、蹴ってください。はい、はい、どんどん蹴ってください。もっと滑るぐらい蹴ってください。そう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 。はい、そう、そう。今の喉はどうですか？変わりません。私、毎日歩いてますけど。もうちょっとだけです。蹴ってください。蹴ってください。そう。ちょっとでも変化あったらいいんですよ。あと体触って変化確認してもらいますから。別にこれで出なくてもいいんですよ。変化が。なんかちょっとだけ楽かどうか。ちょっと通りがいいかなって感じ。唾液飲み込んでどうですか。声で聞いていただいたら、もうちょっといつも透き通った声したんだけど、はい、こういう歩き方はやろうとは思いますけど。声どうですか？声はどうですか？出方一緒ですよ。そう、まあ、多分分かりにくいな。そう簡単に、いやいや、そう簡単じゃない、簡単なんです。そうですか、はい、でもそう簡単じゃないと思ってはるから、そう簡単になくなると思いますよ。そう、ストップしてこうやって、なんか喉の感じどうですか今。ね、結局こうやって歩いてますと、ね、気がこっちに行ってしまうから、行くので、ちょっとその感覚がこう薄れる気はします。あ、そのちょっと感覚薄れるような気がしますし、それとりあえず分かってくれた。はい、はい、そんでいいんです。かけてください、かけてください、はい、